はい、では、1-2 ですね、東条から任す、そして、石原ですね。はい、当今ネクストシリーズは、6年半にわたり、YouTube の方に動画を上げております。どれも力作となっております。田中角栄、日本の暦、その他よく見られている動画も多々あります。詳細についてはアメブロからお願いします。また、動画について、ご意見とかありましたらお寄せてください。またチャンネル登録の方もお願いしています。はい、じゃあ引き続き、天かす、そして石原ですね、お願いします。先ほどの続きを申し上げます。はい、東条英機の、まあ、あの子分であります、はい、天かす正彦が引退して故郷の鶴岡に帰って、高山諸牛の住んでいた住宅に石原幹事は住んでおりました。はい、そこを訪ねて、ですね、ぜひ、はい、東条首相と会っていただきたい。国家の大事でございますからね。そうですよね。石原閣下お願いしますということで天かすがやってきた。はい、石原幹事は俺は今更あの東条であってもどうしようもないけれど、天かすお前役者だから会ってやろうということで会うことになったんですね。ではその時の会話でございます。はい、これはね、石原幹事の腹心である方が著書を書いておりましてね、その中で、まあ、革新的な部分を、うん、今から申し上げるように書いてるんですね。天かすが石原幹事を訪れて会ってくれと言って、申し出たこの数日後、官邸の応接室で東条と石原は数年ぶりに顔を合わせた。なるほど。まあ、東条はですね、満州の関東軍の参謀長、石原幹事は参謀副長ということで東条に仕える立場でありましたけれど、石原幹事は東条には思想がないということで、若者扱いして部下としての使いはしなかったんですね。その頃からもう感情的に対立しとった。石原は数年ぶりに顔を合わせた。会談は二人だけでしたので、その内容などは来訪した石原を応接室に案内した当時の首相秘書官であった赤松貞夫でも一切知らなかった。赤松貞夫というのは後に回想談を書いておりますけどね。そうですか。この時の会談の内容は知らない、うん、ところが石原と個人的に親しかった藤本春武元憲兵大佐がその著石原幹事の中でこの移動会談の内容を次のように書いて、東条、大政翼賛会はどうしたものだろうか。大政翼賛会というのはですね、政党を解散させてね、はい、官営のですね、大政翼賛会というものを作りましてね、国会議員に出るためには大政翼賛会の推薦を受けないと当選がなかなか難しいというね、そういう世論誘導システムをですね、うん、当時は作ったんです。ああ、そういうことですか。したがって、石原は民意を反映していない大衆から受け上がった存在であるが、あなたが作ったようなものだからあなたが始末したらどうだろう。ああ、そういうことです。なるほど。東条、カダルカダルの選挙区を救うためこれからの方法はどうか、こう言った。はい、うん、直球ですね。石原、戦争の指導はあなたにはできない、引いたらどうか。あ、そう。あなたは総理大臣を辞めるべきだ、こう言った。いや、もう総理大臣を辞める。ストレートですね、それこそ。正論ですね。うん、当時ですね、当時を辞めさせようというですね、勢力がいろいろありましてね。あ、そうですか。
いろいろ圧力をかけるんですけどね、うん、当時は辞めると言わない、うん、辞めると言わない以上辞めさせる手段がなかなかないわけですよね。当時は天皇によって任命されておりますからね、天皇が首と言わん限りは、うん、だから首と言えない、うん、ただ内閣の意思が不一致ということであれば辞めざるを得ないわけですよね。そうですね。それをその状況を作ったのは岸信介ですね。岸信介。なるほど。岸信介は東条内閣の一員でですね、当時国務大臣兼軍需省の次長、うん、軍需部省を扱う省があった、うん、それは商工省もですね、分解して、軍需省を作った。もともと岸信介は商工大臣でございますけれど、はい、商工省が軍需省に吸収されましたからね、商工大臣の職を失ったんでございますけれど、国務大臣という職にはとどまった。無任者の国務大臣、無任者の国務大臣で、軍需省の、まあ、次官ですね。軍需省の軍需大臣は東条が兼務したの。東条は当時ですね、内閣総理大臣兼務参謀総長兼、はい、内務大臣兼軍需大臣ということでですね、うん、全権を握っとったの。独裁的な権限を行使できる立場にあった。なるほど。さて、はい、いろんなですね政策を実施する場合には一応閣議で決めなくちゃいけませんよね。閣議でね。そうですね、うん、閣議の一人でも反対したら閣内不統一ということになるわけです。大体ですね、東条のですね憲兵政治に恐れをなしてね、東条の言うことに反対する者はいなかったんですけれど、岸信介は反対したんです。岸信介、岸信介は東条にですね、もう日本はね、はい、アメリカの基地ができてしまって B-25 が直接日本を攻撃するようになる、こういう事態になったら日本は戦局どうするか考えるべきだ、うん、こう言ったんですね。この岸信介に対し当時は圧迫して辞めさせようとしたの、国務大臣をね。岸信介の周りのですね、さまざまなところにですね、はい、圧力をかけたということですか。憲兵が張り付いて、うん、岸信介や家族の行動を監視したんですね。そうなるとね、大体嫌気させてみんな辞めるんでございますけどね、岸は頑張った。やめないと、うん、そうすると閣僚の一致が得られませんから閣内不統一ですね、うん、そのときやめざるを得なくなるわけですね。なるほど。サイパン島がですねアメリカに取られたときがある。取られるというときにですね、その事前に岸信介はサイパン島を守るべきだ、うん、あれを取られたらあそこを岸に B-25 が直接日本を攻撃するようになる、そうなったら日本はおしまいだからね、取られないようにいろいろ戦線を拡大しているけれど、サイパン島を守るという一点にですね日本の軍事力を集約して守るべきだと言ったらね、東条がお前のような文官はですね口を出すな、叱ったことがある、うん、それに対し岸がカチンと来とったんです。あ、なるほど、うん、
俺の方が対局を見る目があるのと。なるほど。ということですね。そこで、うん、拡大不統一を理由に東条を追い込めようとしたんですね。結局それによって東条は退陣することになるんでございますけれど、それにね、東条を辞めさせようとしてね、いろんな動きがあったんです。あ、そうですね。その中で面白い動きを一つ紹介いたしますとね、はい、東条内閣ができるその前の首相ですよね。そうですね。この近衛文麿はですね、東条を暗殺しようという計画を作ったことがある。そうなんですか。近衛文麿のですね、いわば側近に細川盛忠という人がいた。殺というのは熊本の総様ですよね。公爵ですね。あ、なるほど。そうですね。この人はですね、昭和天皇の弟の宮、高松宮のですね、いわば側近でございましてね、高松宮から世の中のさまざまな情報をですね、私に知らせてくれ、こういう役目をですね、受けたまわっていた高松宮ですね。高松宮、三笠宮、秩父宮という、ね、はいはい、三兄弟がありますけど、一番上ですよね。細川盛忠は高松宮のですね、まあお付きの人物です。はい、そして細川盛忠は高松宮にですね、さまざまな情報をですね、提供するためにメモを作っとった。それは戦後書物として発行されました、はい、細川盛忠日記ということでございますけれど、それにですね、さまざまなことが載ってあるんです。で、いずれ詳しく申し上げますけれど、例えば東条英機がね、はい、天笠から金をもらったとかね。細かいことも。阿片王の殺害地から金をもらった。はい、そのことも書いた。なるほど。それは真実かどうかというのはまた別問題しまして、細川盛忠がそういう秘密の記録をですね、高松宮に届け取った。この細川盛忠っていうのは、この辺までの側近でもありますからね。そうですか。この辺までのが当時はなかなかやめん、あれをですね、そのままにしておくと、危ないと、日本は本当に破局の淵に追いやられると、殺そうということにしたん、そして細川盛忠がですね、ある部屋のツイッターの中に隠れて、はいはい、刀をですね、持って当時を殺す。そして当時をおびき出すのが近衛首相ですね。近衛首相が、当時をですね、ちょっと用があると言ってその部屋におびき出す。おびき出したら細川盛忠が立ち手を切り殺すというですね。あ、そうですか。そういうですね、計画もしたようでございますけれど、それ以前に東条は辞めましたからね、この殺害計画が実行に移りませんでしたけれど、この古い頃が東条暗殺計画を練ったという話、ちょっとご紹介していきます。それまた、この法律の細川盛忠の息子が細川一郎に担ぎ込まれて、はいはい、新政党からですね、はい、首相になりました細川盛
森城ですね。はい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 。細川政権、はいはい。なるほど。細川森首相のお父さんが細川森さん。あ、そうなんですか。この人が、まあ、場合によってはね、東条惨殺の犯人ということで刑務所に行くことになったかもしれない。まあ、この話が関係各でやっておりますけど、じゃあまた元に戻ります。はい。石原は戦争の指導はあなたにはできない、言ったらどうか、あなたは総理大臣を辞めるべきだ、こう言ったんですね。なかなか辞めなかった。しかし先ほど言いましたように、岸信介が閣内不統一ということを、まあ、いわば作り上げて、うん、東条辞職に追い込むわけですね。うん、ではその先言いますよ。戦略方策を東条に話し合っても、戦略とかその方策を東条と話し合っても、はい、東条にはやり通せない。それなら一日も早く東条に、まあ、やめてもらうと、この地位を去ってもらう方が得策であるというのが石原の腹だったと藤原は書いてる。藤原というのは先ほど言いましたように、藤本元憲兵大佐ですね。はい。藤本春武はまた天笠はこの一件を満州に宣伝し、石原さんと東条さんが会ったから今度は良くなると打ち出して、民心の融和と国策の協力を図った。したがってこの会見は天笠が仕組んだものという見方もないではないとも書いている。ああ、そういうことですか。つまり深読みすると、満州が戦場の場になっている状況でございましたからね。東条と石原さんがあったら大丈夫だ、まあ、いい情報を流したということですね。満州ではね、石原のですね、信用度は抜群ですからね。なるほど、うん、ですから石原と東条が組んだということになれば民心が安定するわけです。そうですね。こんな話もあります。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。